사망이시. 뭔가 대답 없으니까. お願いいたします。 で、 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 はい、本日ドラマ皆様こんにちはってやりたいんですけれども、はい、この大きな声での声援もですね、今回は遠慮いただきまして、はい、代わりにですね大きな声手振り見せてですね、皆様こんにちはって言っていつもはこんにちはとこれ小さいなとやっておったけれども、はい、本日は体のいっぱいで、やっていただければと思います。拍手だったり足踏みだったりジャンプだったりいろんな形でですね、体でね全身でねこちらにね表していただければと思います。じゃあよろしくやってみるか、やってみるか、皆様こんにちは。あーそうじゃそうじゃ、声は出さず声は出さずにな、身振りだけど傘を上げたいな、ありがとうございます。まさねよかったの、これわしがよく配信等ではラジオでやりますので、はい、映像が見えないと、で、ね、本日は映像配信と、ということで、もしこれラジオだったら、はい、こうあれ盛り上がってるのか大丈夫かっていう、完全に放送事故じゃない、配信しておりますけれども、状況になりますけれどもね、皆さんもね応援いただければと思います、こちらの配信の者たちも見えておるかな、見えておるか、やっておるぞ、ちゃんとやっておるぞ、私だな、配信されてるのかな、配信されておるかな、大丈夫か、さあさあさあ、はい、あとね、あともう、今日は大丈夫かなと思うんですが、万一ちょっと蒸し暑い可能性もありますので、そうそう、はい、呼吸などもしながら、はい、見ていただければと思います。そして皆様、ね、今構えてくださってますが、写真は大歓迎でございます。写真動画いくらでも撮ってください。そして、それをインターネットの方にしっかりと SNS じゃな、全世界に向けて発信をお願いいたします。 ありがとうございます。 よろしくお願いします。皆さんからね、OK のサインが出ましたので、はい、出ましたか。そんなじゃあ我らの紹介もですね、熱に載せていただきたいと思いますので、じゃあ紹介させていただきましょうか。いつも通り初に、私でよろしいですか、頼むぞ。はい、かしこまりました、皆さん、ご存知という方もいらっしゃるかと思うんですが、我ら上州真田武将隊、ここ群馬県沼田市を拠点におもてなし活動をしております、はい、沼田市ゆかりの真田家、そしてご当地武将沼田家、はい、この2つの家が、手を組みまして、この上州沼田を、そして群馬県全域盛り上げてまいろうということで、このようなステージだったりイベント等を出演しておもてなししております。何卒よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。配信の方もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします、ね、今日は来る途中いろんな果物のリンゴだのブドウだの、いろんな花が見えたと思うんですけれども、見てまいりましたかね皆様。群馬今リンゴブドウ美味しい果物の季節でございます。そうですね、はい、美味しいね、帰りにでもぜひね買って、ね、沼田の味覚寄って帰ればと言います。よろしくお願いいたしますよ、はい、まあそんなお話もね、ずっとお話ではもったいないから、じゃの、はい、早速演舞に参りたいと思います。皆様お待ちかねでございますね、はい、では最初の演舞は我らのテーマソング黄色の刃をお送りしたいと思います。はい、ではよろしくお願いいたします。
山手様ご出立という事になりまして、これより山手様の出立式を執り行わせていただきたく存じまする。山手様、中央の方へお願いいたします。正行様の正室であらせられます山手様、ちょうど2年前ですかね、のこの頃に、名人と会いになりました。 山手様にちょっと一言いただきたくお願いいたします。山手様、はい、ありがとうございます。皆様、改めましてこんにちは。山手と申します。こんなお天気のちょっとね悪い中、皆様待っていただいて本当にありがとうございます。待ってたよ。ありがとうございます。ここでもう何を言おうかずっと考えてたんですけど、 なんかもう感謝の気持ちしか本当にないです。皆様本当にありがとうございました。私実は演舞だったり絵がとても苦手でして、なんですけど皆様がいつも演舞を褒めてくださったり、さなだらけでは画伯と皆様呼んでくださって、この私でも大丈夫なんだなと思って、本当になんだか 皆様の温かい、なんだろう、なんでしょうね、なんでしょう。<笑>皆様も苦手だなって思うこともあると思うんですけど、皆様それぞれとりあえずやってみると新しい世界が見えてきたりもするので、ぜひやってみてください。山手ずっと見守っております。 これ以上言うとなんだかちょっと泣いてしまいそうなので、これで終わりにしたいと思います。これ終わりにしたいと思います。山手ずっと見守っております。これ以上言うとなんだかちょっと泣いてしまいそうなので、これで終わりにしたいと思います。山手一応ツイッターでは9月末まで活動していきますので、それまでどうぞよろしくお願いいたします。お時間いただいてありがとうございました。ありがとうさんじゃ。いや本当にな、2年間か、ちょうど。はい、そうです。ちょうど、スカイツリーの時が初めてだったかな。違います。その前に。その前何かあったか。ウニクス鴻之助。ウニクス鴻之助だったの。そうです。そうじゃな。この衣装がスカイツリーの時。そうです、スカイツリーです。そうです。本当にね、2年間という短い、長いような短いような、あっという間の2年間でございましたけれども、本当わしもね、山手と一緒に
天気になってるのかもしれないの。そうですね、うん、しっかりと。 でもねこういう風にね、あの雨が降った後は必ず晴れます、晴れます。こういうあの悲しいことばかりではございません。本当に出立するということで非常に悲しいものではございますけれども、今後も我らあの一生懸命頑張っていきますし、山手も遠いところから、まあ、空の上からね、しっかりと見守っておりますので、はい、皆様ぜひぜひ今後もですねよろしくお願いいたします。お願いいたします。あ、はい、なんちゃん配信の皆様も そうじゃのありがとうございました。配信の皆いつもありがとうございます。いつもありがとうさんじゃん。ありがとうございます。今すごいあのコメントがこう流れとるところじゃの、多分後で読みます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、初が山手と演舞がしたいということで、お本日、これ山手では初じゃの、うん、はい、千鋭の花を山手をメインとして演舞披露させていただきます。登場するのは初と円樹、そして山手でございます。はい、これをね千鋭の花、
分最初で最後になるかな。確かにそうですね、うん、しっかりと皆様ちょうどこの天気も相まって非常にいい雰囲気となっておりますので、しっかりと目にカメラに動画に本当に心に焼き付けていただきたいと思います。はい、準備はどうじゃ。もうしばらくかかるかな。はい先ほどからはいしか言うとらんぞ、はい、すいません、はい、もうなんだかねちゃんとしたことを言おうと思ってたんですよ。そうじゃな、でも、うん、そのヒーローの刃を踊っていたら、あ、もうこれ最後なんだと思ってきてしまってちょっとね、そうじゃな、はい、だいぶな心がな、グッとくるからな。やりました、申し訳ないです、うん、よし、じゃあ準備もできたということで、はい、まあじゃあどれかな。では炎寿、初、そして山手によります前衛の花でございます。とくとご賞覧あれ。ではないかと。
特にね、あの何かこう特別な一言というものはありません。先ほどまあ申し上げました通り、本当にあの蘇っていただいて、あの私本当に非常に感謝しております。もう感謝以外の何もないとね、ちょっと本当にあの出立となって、あの非常に寂しくはなりますけれども、ただあのこのね山手自体は出立いたしますが、心はいつも共にあると思っております。それはこれは皆さんもそうだと思いますので、ね、これからもしっかりと頑張っていきたいと思います。山手もね頑張っていきますので、よろしくお願いします。なんじゃ正幸殿のくせに、なんかいいこと言ってる、いいこと言っておりますね。何やら悔しいです、うん、わしは基本的にいいことしか言わんぞ。そうでしたそうじゃそうですかね。そうじゃ、なんじゃあの悪さしとるやつがいいことを言うとすごい真面目に聞こえるみたいな感じがしてまいる。取るような恐ろさばかと思いきや、なんじゃなんじゃなんじゃ、なんでわしはこういうふうにちゃんと頑張ったのに頑張ったのにこの言われなきゃいけない。本当だ本当だ、ありがとうございます、まあ、しっかりとしたお言葉ありがとうございました。初も一緒に最後に踊れて嬉しいございました。ありがとうございました、うん、そしてもう最後の演目になりますね。そうね、最後の演目じゃでございまするね。はい、最後は、うん、みんなで盛り上がって終わりとございまするね。はい、ということで、はい、盛り上がるといえば、盛り上がるといえばこの曲発想葉っぱにございます。皆様ぜひぜひ手拍子足拍子とご協力よろしくお願いいたします。そしてね、今回発想葉っぱ前奏でいつもわしがあのその場その場で考えたことを言っておりますけれども、はい、本日はあちらにおります。ちょうど今この角度で見て、ほら後ろのあの板と同じ色押しますね、あの色あれですね、あれか、ジンバブエの姫様の色と同じということですね。はい、はい、小松が発想葉っぱの前奏でしっかりと盛り上げていきます、はい、ぜひぜひ皆様も一緒に盛り上がっていきましょう。はい、ではここでよいかな。では皆の者の支度をいたせ。では発想葉っぱいざ。さあ皆の者、雨が降る。というわけでこの葉っぱで皆の者盛り上がってまいろうぞ。準備はよいか。
見えぬであろうが、そこそこここ、あの、濡れておるというか、こう、鉄板のようになっておるんじゃない今な。うん、木が湿って、こう、鉄板のような、つるつる加減になっておる。そうだな。はい、ということで、はい、塩分全て、以上でいたします。うん、そう。本当はいないか。このようにお願いで、うん。できましたゆえに、はい。記念撮影の、まあ、そうですが、いかがでございましょう。雨も上がったところだしな。そうですね。うん。そしてその前に、はい、お父上、いかがでした？あのね、ヤマト出発にあたって、はい、何も用意してないわけがありません。はい、はい、ということで、初の白火隊、イエス、ここに忍者隊、お待ちくださいませ。さあ例のものを持ってまいれ。じゃあここでどうするか、わしから行くか。じゃあ、そうですね、お父様ビオリー預かろう。ありがとうございます。こちらに開けとってしまいました。父上ではじゃあもらおうかな。マイクはお預かりして近くへ。はい、はい、ということでこういうふうにあなたが用意させていただきました。はい、こちらにちゃんとしっかりと書いております。わしら上州さんの武将隊隊員全員からの花束でございます。はい、新たな道でも活躍をお祈りしておりますということになっておりますので、はい、天より見守っていただければと思います。山手様、お疲れ様にございました。ありがとうございます。ということでこれより記念撮影に参りたいと思います。この花を山手と花のこのね、はい、素晴らしいあのねコラボレーションをしっかりと写真に、そして記憶に、心に写してほしいと残しといてもらいたいと思います。はい、ちゃんと山手様の色入っておりまして、紫色とか赤色とか。そうじゃそうじゃ、しっかりとちゃんと山手カラーになっておりますので。良いですね。さあ、とりあえずでは、最後ちょっと撮影時間を取らせていただきとうございます。はい、それでは、よろしいですか。うん、皆様どうぞ、一斉にどうぞ。上州さだ武将隊。はい、はい、じゃあ今度わしらから見て右に行きます。右に行きます。こちらへ。はい、ここから左にゆっくりと回っていきます。さあ、今正面当てるかも。そうじゃな、このまま左に行くぞ。模型みたいに回ります。そして配信の皆様に、うん、はい、配信で見てくれておる者たち、副将タイムじゃよう見えておるか。さあ、パシャパシャ、このまっすぐ向いて、まっすぐ向いて、残り5秒5 4 3 2 1、それまで。しまいじゃ。以上、ありがとうさんじゃ。山手様の着ての花もさ、はい、写真も撮れたでしょうか。よし、これで、うん、はい、我らの演舞しまいとさせていただきまする。はい、締めはどなたに、山手様にお願いいたしましょうか。プリプリしておるが、もう結構強いですか。はい、じゃあ締めは小松。はい、姫様にお願いいたします。そうじゃな。ではサラダパーク沼田、来てくださった皆々、天候が悪い中最後まで見てくださって誠にありがとうございました。ありがとうございました。戦国茶屋娘の戦国茶屋娘のステージが待ってますので、ぜひ皆様引き続きお待ちくださいませ。そしてね、あの雨がやんだことによって若干蒸し暑くなってきました。うん、あのしっかりと水分補給、あと密を避けた状態でのマスクを外しての呼吸と、しっかりとやって熱中症対策も、よろしくお願いいたします。ということで、今しばらくお待ちくださいませ。ありがとうございました。ありがとうさんじゃ。